クレイマンクレイマン続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ここで終わってセーブしようとしたんですけど、なんか空き容量がメモリーカードの空き容量が足りなかったみたいでセーブできなかったので、またここまでプレイし直してきました。では進んでみましょうか。ここは右と下どちらか行けんのかな。下から行くか。待って、これいちいちこう誘導しなきゃいけない感じかな。いよいよよ、こっち来て、こっち来て、こうこうこう、うまいこと、ここ、あ、もう押せんじゃない。あ、待って、ここ、ポッチ、なんだこれ。右側に行こうか。さっきのボタンは何だったんでしょうか。壁があって行けない。このステージ、このエリアより先に別のエリアに行くべき。ここはまだ早いのか。キノコの方行ってみようか。食えんのそれ。それだけの時間、なんも意味はなかったね。こちらは扉のように見えるけど、おお、骸骨、トリケラトプスみてえな。なんかドロドロしたの出てる。これはどうすりゃいい。押せば出てくる。じゃあこのまま出しておこうか。こちらは何でしょうか。うわ、すげえ暗い。暗いな。ボタン？ここだけ少し硬いな、動きが。他の2つは動いたけど、なんでだろう。ここも意味が分かんないんだよね。お、トリケラトプスのやつをいじってきたからなんかなったのか。水が出るようになった。扉は別に、水も一時しか出ないね。ここもまだ早いか。やべえな、しっかり迷ってる。一度ビデオでも、ビデオのソフト、カセットもまだリスタートしてしまったんで入れてないので。結構持ってるね。5個くらいか。お、見てみよっか。オフ。おいらウィリー、ウィリートロンボーン店だ。カセットにはある物語が入ってる。いいことも悪いことも、残された事実は全てカセットに記録された。第三の世代の終末の本当の出来事だ。
君はこの真実を知れば何をすべきかがわかる。さあよく聞いて。すべてはホボーグから始まった。彼は想像しなくてはならなかった。なぜなら彼がそうすべきであったからだ。彼は世界を美しいものと不思議なものでいっぱいにした。そしてこの世界ネバーフッドをずーっと永遠に暮らすことができる世界にした。ホーボークはこの世界で楽しく暮らすはずだった。でも実際はちっとも楽しくなかった。広く美しいこの新しい世界で彼は一人ぼっちだったのだ。はあ、ホボーグっていう人が、まあ、人かどうかわかんないけど、この世界を作ったけども、まあ、ぼっちだったよっていう、そういうところまでわかりました。で、あとあのビデオを見ていけば、クレイマンが何をすべきかわかるらしいよ。いろいろイベントを起こした後だったら、このキノコの実、何か役に立ちそうだとは思ったけども、これは時間の無駄かな。さっきよりなんかすげえゲップしてない？え、待って、これ下に行ける、上に行くはしごだと思ってたけど、下トイレか、もしかして。水を汲んでパイプの中に吹き入れて同じ音階を作るんだ。そうするとドアが開くよ。水を汲んでパイプの中に吹き入れて同じ音階を作る。おいおいおい、流すなって。まあいいや、多分あの家のことか。ではボタンを押してみましょう。上と下に5個ずつパイプがあるよね。パイプを触ることはできないですか？とりあえずは水を汲む方法が、お、水を汲んだ。あー、飲むなバカ。この子はちょっとおバカなんだよな。さあ、その飲ん、あ、吹き入れてだから自分の、なるほど、自分の口から入れるんだ。2と11。そういうことか、わかった。ここに3120。4かな。よっしゃ、すげえむずいじゃん。おお、よく拾うよな。喋るんかい。とりあえずカセットはいただく。超怖えな、ここ。この窓から外は覗けないの。すげえ監視されてんじゃん。外は覗ける。向こうとか行ける？あ、なんか赤いボタンがある。一度外を見ておいて、手法があるな。これはいただく。この機械はなんだ？
あ、もしかしてビデオ見られるのか、ここでも。ちょっとバラバラなんで今回は見ないでおこうか。取り逃しがあるっぽいな。では赤いボタンを。あ、外に出る時のやつか。いや、これだけのはずがない。そしてこの手法はなんかロボットの頭かなんかを撃ってた気がする。大砲がロボットの頭を撃つ。で、このエレベーターの、まあ、トゲの扉があるんですけど、さっき水の音、パイプの音で開けた家にも同じギミックがあったので、ここ閉じておこう。よし、閉じてきたから、あのトゲトゲがどうなっているか。伸びてるか？もしかして。トゲが少し、あ、もしかしてはしごみたいに利用できるということでしょうか。なるほど、冴えてる。ここにもビデオテープ。まずはボタンから押してみようか。これは？え？なんか、うわ！虫だ。え、気持ち悪。こっからなんか虫が出てきたな。景色がよくわからん。あー、自宅のこのポストかな。ヒントが書いてあるんだね。赤、青、白のロックは赤のスロットカーの壁、15パズルの部屋の地下、パイプの家の2階のボタンで外すことができる。お、確かに意味のないボタンがあったな。このロックのことを言ってたんだよね。このボーっていう音が鳴ってれば多分ロックが解除できてるっていうことだから、次回これからやるか。はい、ということで今回はこの辺りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら。バイバイ。